奈良にあります美味しいお店を数珠つなぎでご紹介する奈良にうまいもんありのコーナーです。さあ今回ご紹介するのは河浦の杉坂さんがおすすめするイタリアンのコンフォルタというお店です。おすすめのポイントを復習しておきましょう。知り合いのお店で長年修行して先月オープンしたお店、そして木々に囲まれて落ち着いた雰囲気のお店ということですが、大江さん、はい、どんなお店イメージされますか？なんかでもちょっとまあ先月オープンでしょ、はい、まあお店もまあ多分綺麗でしょうし、こうちょっとおしゃれな、うん、落ち着いてこうイタリアン、うん、パスタすすれるみたいな感じちゃいます。大江さん今画面にあることを全部読み取っただけじゃないですか。それすすれると思いますね。でもシェフの雰囲気見るとこだわりをいろいろ持ってらっしゃる雰囲気はありますよ。そうなんです、うん、コンフォルタさん行ってきました。どんなお店なんでしょうか、はい、ご覧ください。奈良市中山町にある創作イタリア料理のお店コンフォルタ、先月オープンしたばかりのお店です。以前はどんなところにいらっしゃったんですか？はい、この前のお店が、7年ほど働かせていただいた店なんですけれども、はい、奈良町 の、 あのリンコントロというお店で、はい、働かせていただいてました、はい、そのお店もイタリアのお店だったんですか？そうですね、イタリア料理店で、はい、イタリア料理をベースにして自分の美味しいと思ったあの料理をあの提供していけたらなとは思ってこだわってます。佐賀さんの今までの経験が全て詰まっているお料理ということなんですね。そうですね、はい、そんな佐賀さんのお料理をこちらのお店ではコースで楽しむことができます。まずいただいたのは色鮮やかなこちらの料理です。わあ、佐賀さん可愛いですね。ありがとうございます。前菜の盛り合わせなんですけれども、はい、まず真ん中がですね、うん、あの奈良の柘植村の漁師さんから届けていただいているイノシシのお肉を使ったポルケッタというですね、筒状にくるんでオーブンで焼き上げるお料理になります、はい、でその手前がですね、奈良の鹿肉ですね、柘植村の鹿肉を使ったパテでございます。でその隣が、サバですね、軽く筋目にして、でちょっと柑橘と合わせさせていただいてるんですが、軽く炙ったメロゴールドというです、ね、フルーツを加えさせていただいてます。その他にもニンニクやトマトソースで煮込んだレンコンのアラビアータや広島産の牡蠣をスモークし白ワインのジュレを添えた料理など全部で8種類の料理を楽しむことができる一皿です。まずはじゃあこのイノシシから、はい、はい、いただきます。わあ、結構こういったイノシシのお料理も出されるんですね。そうですね、はい、じゃあいただきます。ん、うんうん、結構歯ごたえがありますね。あ、そうですね、はい、うん、油が乗ってるんですけどすごくさっぱりしてますね。そうですね、イノシシのお肉は結構油がしっかりついてるんですけど、うん、あのさらっとしていて、うん、非常に食べやすいお肉です。うん、甘い油が、ね、初めてこんな風にしていただきました。そうですね、なかなか多分やってる人が少ないかなと、うん、そうですよね。私あのイノシシってお鍋でしかいただいたことないですけど、はい、こういう食べ方もあるんですね、はい、こちらはしめ鯖ですか？しめ鯖ですね、はい、これはどちらの鯖なんですか？こちらは清水の鯖ですね。この柑橘と合わせていただくんですね。うん、おいしい。あのサバ自体すごい脂が乗ってるので、うん、あの比較的こう柔らかい感じの味わいにはなってるかなと思います。この柑橘と合わせるのもすごく美味しいんですね。で柑橘も少しあの炙ってるので、うん、その香ばしさがスモーキーな感じなのかなと思います。じゃあこの一皿をまず皆さんに召し上がっていただいてるんですね。そうですね、はい、うん、
これまた次のお料理が楽しみになるようなすごく華やかな一皿ですね。ありがとうございます。続いてはメインのお肉料理をいただきます。お待たせいたしました。わー、またこれは食べ応えがありそうな一皿ですね。ありがとうございます。こちらはですね、北海道の鴨肉のもも肉ですね。75度で12時間コンフィにしたお料理でございます。あ、じゃあ早速いただきます。うわー、すしすっとナイフ入りますね。あ、ほろほろ、いただきます。うん、柔らかい。最初にこのソースの酸味がふわっと広がりますね。そうですね、そちらのソースは、焦がし玉ねぎを使ったソースですね。で、噛めば噛むほどお肉の旨味がどんどん出てきますね。ありがとうございます。しっかりお味ついてるんですけど、はい、さっぱりいただけますよね。そうですね、はい、コンフィ自体で柔らかくは仕上げるんですけど、最後に仕上げに皮目をパリッと焼いてじっくり焼くことによって旨味も入っていくので、美味しくいただけるかなと。こういった鴨とかジビエのお料理もよく出されてるんですか？はい、そうですね、鹿肉やイノシシの肉をメインで使わせていただいてるんですけれども、はい、鴨肉だったりとかも、うん、使ったりすることもあります。じゃあその日来て今日何があるかなっていうお楽しみということですね。ですね、こちらのお店オープンされて1ヶ月ということですが、はい、いかがですか？本当に新しい方とかも来て、前からの方とかも来ていただいてるんですけれども、うん、本当にピカピカで素敵な落ち着けるお店ですけれども、これからお店どんな風にやっていきたいなと思われてますか？そうですね、どんな方でも肩肘張らずにですね、ゆったり過ごしていただけるようなお店に行っていけたらなと思ってます。はい、本当にゆっくりと美味しいお料理いただけますもんね。ゆったりとした空間の中、シェフ自慢の料理を味わえるコンフォルタさんのうまいもん、ごちそうさまでした。あんまりイタリアンやけど、あんまり見ないような食材の使い方であったりとか。そうなんですよ、イタリアンというよりかは、その佐賀さんが今まで勉強されたことが詰まっているお料理ということで、うん、ね、フレンチの要素もちょこちょ こう入れてらっしゃるということで、本当にオープンして間もないということで、去年の12月の10日にオープンされました、はい、お店本当にピカピカで、うん、こう木のぬくもりが感じられる、ね、うん、本当にあったかい、リラックスできるような空間でした、はい、さあこちらのお店はコース料理、お昼と夜メインでやってらっしゃるんですが、はいはい、夜はアラカルトも注文できるということですので、うん、お好きなメニューを選んでいただけるということなんですね、はい、さあそして今回私がいただいたお料理、まずは前菜の盛り合わせです、うん、この、ね、8種類本当に豪華ですよね、うん、鹿があってイノシシがあってサバがあってカキがあってと、本当にメイン料理になりそうなぐらい本当に豪華な一皿でした。小谷さん、うん、この一皿まずこう出てくると心つかまれますよね、かなり気持ちが上がってきますよね前菜ですよね。そうなんです、まずはこの前菜を皆さんに楽しんでいただいているということなんですね。さあ私が最初にいただいたイノシシのポルケッタなんですが、はい、こちらはポルケッタというのはイタリアの伝統料理でローストポークのことなんですが、はいはい、このお店ではイノシシのお肉を使っているということなんですね。本当にね、甘い油が噛んでるとどんどんこう出てきて、うん、そう、イノシシの油って甘いですもんね。そうそう、ね、金貝さん言ってたように、シシ鍋なんかやっぱり油が美味しいって言うし、うんうん、ね、こういう形にしてもやっぱり油なんですよね、うん、はい、本当に、ね、美味しい甘い油、さっぱりしてるんですよね、でも、うん、とても素敵な華やかな一皿でした、はい、さあそして続いていただいたのが、うん、鴨の
コンフィです。こちらはガーリックパウダーや黒胡椒、ローリエなどで下味をつけた鴨のもも肉をオイルにつけて75度の低温でじっくりと12時間かけて煮込んでるんですね。で最後に皮目をこう焼いていることで外側はパリッと軽い食感で中はホロホロとしたもう口からねこうほどけていくような柔らかいお肉の食感になっています。本当に旨味がギュッと詰まった鴨のコンフィでした。まあ、たくさんのね、こうやっぱりジビエっていうのはね、奈良でも結構今ね、食べましょうなんていう形で進めてる方多いですが、そうなんですよね、こういう珍しい形で食べられるのはいいですね。はい、このジビエもですね、奈良市の漁師さんから仕入れたお肉を使っているということで、今の時期は主にイノシシやシカが多くて、日によっては北海道のカモなども取り扱っているということなんですね。大上さん、はい、こういったジビエを気軽におしゃれな空間で楽しめるっていうのはいいですよね。いや、そうですね、なかなか言うてもそんな食べる機会もないですけれどもこんな形でおしゃれに美味しくいただけるんやったらいいですよね。素敵ですよね、うん、さあでは改めてお店の場所を確認しておきましょう。奈良山大通りから神宮五丁目の交差点を南へ下った県道52号沿いにお店はあります。ゆったりとした空間でお料理楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、奈良にうまいもんあり、次回もお楽しみに。